日本東京都西東京市富士町富士町は東京都西東京市の町名。現行行政地名は富士町1丁目から富士町6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は202-0014。西東京市の中央部に位置する。町域南端を西部新宿線が通り、中央部を東西に新大梅街道と富士街道が通る。大部分は、 住宅地として利用されている。北は中町、東は練馬区、南大泉及び練馬区石町北、南は東伏見、西は方屋町に隣接する。北西から時計回りに富士町1から6丁目が設置されている。丁目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。 1>, 1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、2016年1月1日の工事地下によれば、富士町2-6-27の地点で26万2千円、平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵区に新桜城法屋村に属していた、旧法屋市地域である、町域を東西に横断する富士街道にちなむ。なお 町名の案として、富士町の他に、塚町、明け町、伏見北町が上がっていた。町域南端に、西武新宿線東伏見駅がある。一般路線は、西武バスと関東バスにより運行されている。コミュニティバスは、花バスが運行されている。AB、平成22年東京特殊町村町長、別報告。東京都、 2018年1月22日閲覧。AB 人口世帯数。西東京市。2018年1月15日閲覧。AB 郵便番号日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月15日閲覧。私立小中学校通学区域。西東京市。 2018年1月15日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、角川日本地名大辞典13、東京都 P1134 法野町広報第62号1964年7月30日。ありがとうございます。